糸魚大塚古墳は、広島県三好市糸井町にある古墳。形状は、ホタテ貝形古墳。広島県指定史跡に指定されている。広島県北部の三次盆地南園、三原川の貸子段球場に築造された、大型ホタテ貝形古墳である。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は、前方部が単小なホタテ海型の前方五円形で、 方形部を南東方に向ける。噴球町は65メートルを測り、小立テ海形地古噴としては、広島県内で最大規模になる。噴球表面では吹き石、遠藤埴輪片が検出されているほか、方形部付近で家型埴輪が認められる。噴球周囲には、周校が巡らされるが、西側は二号噴が存在した関係で、幅が狭められている。 主体部の埋葬施設は明らかでない。この糸藤洋塚古墳は古墳時代中期の5世紀前半頃の築造と推定される。広島県にはホタテ貝形古墳が多く、特に三次地域はその集中的な分布地域として知られており、紀内山東県との関係性を考察する上で注目される。古墳域は1994年に広島県指定史跡に指定されている。 また、周辺では本古墳の他にも多くの古墳が分布することが知られる。墳町墳町から方形部、修行を望む古墳の規模は次の通り、墳丘周囲の修行の形状は現在も水田区画に認められる。ありがとうございます。